皆さん、はじめましてこんばんは。スーパーワランランドの実況プレイを始めたいと思います。最近、ゆっくりの実況プレイを見ていて、なんだか無性に、やりたくなったのでやってしまいました。公開は多分、していません。早速、始めたいと思います。ワランランドは一番初めの、ワランランドしかやったことがないので、このスーパーワランランドは初見プレイとなります。やっぱり、知ってるより、初プレイだと何かしらワクワク感があって、いろいろリアクションとかも取りやすいかと思ってこれを、チョイスしました。と、前置きが長すぎました。では早速やってみようと思います。レッツスタート。これがワランランド、中央にデクノキ様がいじめられて泣いております。あとは、遊園地？アイスランド？山？とアトラクションがいっぱいな。どこかのレジャーランドかと思えるほど豊かな島。デクノキ様、一体誰に泣かされたの？闇のゲルド族？それではスタート。いきなり、すご、え？畜生、でも画面かよ。いきなり初見殺しとは、ひどい、冷や汗もんだったぜ。気を取り直して早速始めてみよう。おや？難易度設定？お子様？人並み？神様？私を誰だと思ってるの？お子様なの？人並みなの？神様なの？ゆっくりなの？もちろん神様です。当たり前でしょう？私は新世界の神となる。さあ、私が神だ、ひざまずけ。早速、やってまいりました。ワランランド、ここが私のものになるのか。なかなかいい物件だな。おや？移動できない？あ、ここしか行けないのか、仕方ないね。え？あなた誰ですか？お久しぶりです。ドクターワイリーさんとドクターエッグマンさんを、足して2で割ったような人。仲間が捕まった？私に仲間がいるの？家族？私に家族がいるの？デクノキ様をいじめたのはあなただったんですか？そんな立地条件を独り占めするとは憎たらしい親父です。悔しくなんてないんだからね。子分、あの黄色いロボット？それとも、あのデコトボコですか？こういう人はいつも、パワーアップとか言うけどなんか、違うところが毎回パワーアップしてる。気がするのは私だけでしょうか？というか、ワランさん、今その親父捕まえられない？という夢を見た気がする。漂流して5年、やっとたどり着いたぜ。第一村人発見。おや？何してるの？放置プレイなの？監禁プレイなの？あなたも好きね。なんか来た。あなたは香港さんじゃないですか。どうしてここに？てか、もうボス？早すぎじゃない？出落ちなの？モザイク当て？まさか、そんな、香港さん、一体どこに向かっているの？モザイク当てで命もらわれるとかどんだけ興奮してるの？バカなの？死ぬの？って何これ？ひどいモザイク、わかるかこんなもの。カタツムリ、ワラン、カンガルー、ゴリラ、どれだ、色的に考えてワランはさすがにない。直感を信じるんだ、感じるんだ。これだ。やった、ワランの喜ぶ姿が可愛いよ。しかし、何この鬼畜モザイク、原型をほとんどとどめていない。さあ、来やがれ、どんと、来やがれ。は？何これ？なんか背景混じってない？いきなり難しくなりすぎじゃない？答えも文章長すぎじゃない？どうしよう、色とかで判断するしかないな。よし、行くぞー。赤色、これはどう見てもカニだ。よし、あとは、畑か砂浜。
後ろに見える緑っぽいのはもしかすると、田んぼかもしれない。よし、ならば、君に決めた。だーん、顎が、外れるほどの驚き。後ろのは段々畑じゃなかったんですか？わかりません。はい、ちょっと待ってください、香港さん。今のでもわからないっていうのに、答えがないってどういうことですか？インスピレーションを最大限に覚醒させろというのですか？は？まさに、カオス、ぐちゃぐちゃじゃないのこれ？え？どういうことなの？とりあえず、ボタンを押してみよう。あ、ボタンを押すと答えが出てくるのか。よし、これならじっくり考えて、文章長いな。え？だーん、ちょっと待って時間切れ？そんなまさか、最後まで文章読めてませんよ。決定ボタンもまだ押してないのに。何？予知しろって？このゲームこんな未来予知要素もいるのか？なんて恐ろしい、香港さん恐ろしい子。おや、今度は答えがある？でも、文章が長い、一体何をしているんだ？ちょっとこの、文章に魅力を感じてしまったんだ。直感を、信じろ。バネが、サンゴの浜辺で、振られてしまっている。そんなとてつもなく、貴重な場面を私は見てみたい。よし、これであれ？私に幸あれ。だーん。ダメだこや。完全に、香港さんのペースだ。え？ポイントが足りない？ちょっと待って香港さん、私はまだ、やり残したことが。おっと、ついつい、島を目の前にほっとしたのか。いつの間にか眠っていたようだ。なんか変な夢だったな。そんなことより、飯を食べたい。あ、飯だ、あれ？あなた、は？頭が痛い。そんなことより、飯が食べたい。あなたを焼いて食べてもいいですか？香港さん。さて、あなたを焼く前に、ちょっと脳のイメージトレーニングだ。あなたの炭火焼きのイメージを、膨らませて。ジュリ、松茸に見える。あ、このモザイクの向こうに松茸。あれ？選択肢に松茸がないよ。どういうことなの？おじさん、ゴリラ、カンガルー、丸まじろ？夢でゴリラは見たから違うと思うよ。残るは3つ、色的に考えて、これか？だーん。いかん、空腹で幻覚が見えているようだ。早くなんとかしなければ、今度はどんな美味しいものが見えるかな？これは、焼き鳥が見える。いただきます。やった、焼き鳥ゲット。あれ？焼き鳥は？香港さん、焼き鳥を早く。香港さん、カレーにスルーされました。次は何の料理が出てくるのかな？今は秋だから、サンマ？それともあなた？緑はちょっと、厳しいんじゃないの？あ、でも、初めのワランで、緑の敵って言ったら、ワニだったと思う。ワニ鍋だ、ワニのステーキだ、やったこれも、ゲット。ワニ料理だー。だーん。まさかの、自分、え？トモ食い？自分食い？かゆうまなの？でも、なんかこのワギャンなんかちょっと違う気がする。今度こそ、食べ物をもらうのだ。さあ、次の料理は何かな？どれどれ？食べれそうなものが一つしかない。でもこれを、正解しても、食べ物はもらえず、香港さんに食べられるだけなんだよね。いっそのことその方がいいのかもしれない。
そうだ、来世だ、来世に行こう。そうすれば、楽しい明日が待っているかもしれない。では、コンコンさん、来世でお会いしましょう。時を超えて、私は帰ってきた。なんか、この光景、懐かしいような、全然そうじゃないような。さて、そろそろ、香港さんともお別れしたいのですが、いかがお過ごしですか？香港さん、元気そうで何よりです。では、行きます。あきかーん。なにこれ？一つだけ生物じゃない感じがする。危うく仲間外れなのはどれ？っていうので選択してしまいそうになるよね？え？私だけ？ですよねー。なんか、もう、だいたい、背景とか色で分かってくるようになってきた。まさか、これが覚醒というものなのか？でも、まだ、ちょっと時間かけないとわからない。見える、見えるぞ。これだー。やった、やりました。これなら勝てる。香港さん、いよいよ、お別れの時が近づいてきます。ぐいぐい来てます。よし、この調子で行くぞ。私は覚醒したばっかりだ。なぎ倒してくれる。よし、玉眼、海岸、見えた。答えを探すぞ。どれかな？しまった、文字が多すぎる。目が追いついても読むスピードが、追いついていない。うわー。だーん。まさか、そんなバカな。覚醒したのは、ただの気の迷いというやつなのか？なんてことだ、このままだと香港さんに、また怒られる。芸人の何たるかを徹底的にしごかれて、私は吉本に入れられてしまう。なんだこれは？緑？緑はさっき出てきたけどあれは、ワランだったしな。緑っぽいのがいくつかある。でも大きさ人数からして楽しく何かをやっている。に違いない。よし、ならば、これだ。だーん。なんだこの生物？ケムシ？カエル？じゃないとすればミニラ？あれがミニラなの？恋の邪魔をしてたの？どっちがメスでどっちがオスなの？邪魔してるのもメスなの？オスなの？いや、そんなことはどうだっていい。まさか、この展開はなんてことだ、私の冒険はここで、終わってしまった。皆さん、いかがだったでしょうか？なんとも、ほとんど見せ場のない動画を晒しめただけの、動画を、最後まで見てくれてありがとうございました。次、あるかどうかわかりません。実況プレイの難しさを、知りました。でも、ここまでできて私は満足です。また、会えるかは、皆さんのコメントに頼り切ります。それでは、また会う日まで、アディオーす。皆さん、お久しぶりです。ワギャンです。前の、動画を見てくださった方、ありがとうございました。失踪する確率が高くなっていくウップシュですが、ちょっと、続けていこうと思っております。さて、実はここで謝罪を、させていただきます。前の動画の冒頭で、初見プレイと言いましたが、実は、1回目をやってみて思ったのですが、このワギャン、やったことありました。なんとなく、覚えている感じでした。モザイクもなんとなくわかってたんですが、ゆっくり実況なので、ゆっくり進めていこうとした私が悪かったです。どうも、すいませんでした。この、第2回目の動画を、撮っている時に思ったこと。それは、ゆっくりしたら、このゲーム、無理ゲーと思いました。なので、ここからは初見プレイではなく、
なんとなくプレイということで、皆様、どうぞ、ご了承くださいませ。さて、長い挨拶でしたが、進めていこうと思います。この第2回目のプレイは前の、1回目のプレイしてから、この2回目をやる間には、一切プレイしていません。そして、一発撮りです。それでは、全力でいきます。よし、香港さんを、丸焼きにしてやりましょう。モザイクは、慣れれば大体、色や、どんな動物、どの背景っていうので、大体絞れます。その、中で最も近いっぽいのを、選んでいけばおのずと、答えになっていきますが、初見だとまず、どの動物がこんな色してるとか、さっぱりですよね。こんな形してるとかわかりませんよね。でも、私は小学校の頃、やってたみたいです。でも、こんな神様モードとかは、全くやったこともなかったです。多分、むしろ、こんなモードあったっけ?っていう記憶しかないです。皆さんは、小学校の頃は、何をしていましたか?あの頃が、一番、ワクワクしていた、輝いていた、そんな気がします。この背景は、浜辺です。動物っぽいのがジャンプしています。いやらしい問題では、幅跳びとか三段跳びとか、ちょっと違うのが引っかかります。注意が必要です。今度の背景は街です。緑の点が、街を走っている様子がうっすら、伺えます。緑は、サソリや、ケムシ、カエルと、どれも小さく、見分けにくいです。これは、ちょっと時間を置いて、確実に行きましょう。しかし、このプレイを見ていただけるとお分かりでしょうが、合計点が、すごい高いです。モザイク当ては、回答して、正解した時間が早ければ早いほど、点数をもらえます。最大20点です。しかし、いくら早くても間違えてしまえば0点なので、焦ってはいけません。そんなことを、言ってる間に香港さんが消えていきました。またね、香港さん。ありがとう、助かったよ。でもまだ仲間が、捕まってるんだ。早くみんなも、助けてあげてくれ。あんたも一緒に行こうよ。いや、僕はちょっと、帰って PS3 しなくちゃいけないから。にゃろ、覚えてやがれ。これが終わったらてめえのセーブデータ、ケチョンケチョンにしてやんよ。やめてくれー。黙れ、許せ。うわー。そんなことより、さて、1ステージ終了です。次から、いよいよアクションパートが入ります。いざ、行かん。それでは、アクションパートの和弦の、説明でもしておこうかな。まずは、ジャンプです。ゆっくり高くジャンプします。そして、声を出して相手をしびれさせます。しびれてる間は、触れても大丈夫です。もったりできます。先ほど取ったのは、パワーアップです。声のボリュームが上がります。1段階は、わ。2段階は、ギャ。3段階は、ガー。4段階は、でっかいギャー。と、そんな説明してる間に、ワープゾーンが現れました。これは、特定のステージにある、ワープポイント。その名の通り、一気にステージを、飛び級しちゃいます。でも、そんなことをしても、楽しくないのでワープは、使わない方向で、行きたいと思います。この、青い玉は、スコアの点数です。おや、巨大な砲丸に繋がれて、え?あ、あなたはもしかして。日立、世界、新発見。さあ皆さんこんばんは。こんばんは、草野仁さん。次の、司会はあなただったんですね。でも、負けません。全力でお相手いたします。第一問、不思議発見。よし、この不思議を発見するぞ。いきなり、
文章が長い。さすが草野さん。でも、私はこの謎を発見する。では、第2問、不思議発見。ちょ、待って、草野さん、選択肢が、8つってどういうことですか？うおーおーおー、急がなければ、没収とされてしまう。緑、遺跡、これだ。やった、危ない、もう少しで暗闇の中に、吸い込まれるところだ。では、ラストミステリー、不思議発見。よし、これでラストだ。スーパーひとしくんは、私のものだ。またやっつか、さすがラストミステリー。しかも、文章が長い。ほとんど同じ文章しやがって、どれだ、赤、浜辺、ジャンプ？じゃない、これは、幅跳びか。やった、スーパーひとしくん、ゲット。草野さんは、やはり手強かった。でも、こんなところでつまずいてたら、後でめちゃくちゃになりそう。さあ、そろそろお別れの時間です。ではまた来週、不思議の世界でお会いします。さようなら。草野さん、ありがとう。また来週。わじゃんじゃないか。僕らを、助けに来てくれたんだね。ありがとう。でも、この先も危険がいっぱいだ。頑張ってくれ。そんなことより、私と一緒に行かないか？あの野郎、無言で走って行きやがった。一緒に来てくれてもいいじゃないか。はぁ？切ない。でも、この BGM、和む。さて、行くとするか。そういえば、さっきのワギャンの攻撃のやつで、言い忘れていたね。ガー、からは、敵を貫通するよ。そして、さらにパワーアップ。じゃあ、一番でかい、ボリューム、攻撃範囲が拡大するよ。そして、さらにパワーアップを取ると、レインボーワギャン、無敵でさらに、足が、速くなるよ。一気に突っ走ってしまおう。おや？もうボス？楽勝だね。さて、今回は何かな？お、しりとりですな。ワギャンのしりとりは、一味違います。読み方が複数存在するものがあるらしく、でも、一体どんな読み方をするか、全く、見当がつきません。まあ、これくらいなら大丈夫でしょう。早速行きます。パラシュート。トウモロコシだ。ならば、こちらはこうだ。なかなかやるな。しかし、このしりとりは、後々考えないと、詰まるんだぞ。大丈夫だ。これくらいの、数なら、詰まるも何もないだろう。どんどん行くぜー。ふふふ、今はそう言っていられるだろうがな。いずれ、足元を救われるぜ。今から敗北するやつなんかに言われたくないわ。貴様、俺を怒らせるとどうなると。そんなことより、ボス戦でパーフェクト。つまり、しりとりでは、全部絵柄を取ったり、後々出てくる真剣衰弱などで、全てを取ると、パーフェクトボーナスというのがもらえ、なんと、7期アップします。お得です。しかし、アクションパートで消えていく気配がすごいしますね。アクションは得意な方なのですが、なんせ、ワギャンは、結構難しい部類に入ると思います。これから、どんなのが待ち受けているのかな？ゲームキューブのコントローラーだから、
ちょっとやりにくいです。やっぱり、クラシックコントローラーの方がいいのかな？言い訳かよ。見苦しい。そんなことを言っている一瞬に、残りがわずかになってまいりました。次は、ぶ、え、ぶ、ぶあれ、ぶで、始まるのどれかありますか？あれ、皆さんは、わかりますか？プロペラと音符とラジオ？ぶで、始まらないと思うのですが、一体どうすれば？ははははは、じゃまあ、いずれ、このようなことが毎回起こるのだ。点数もギリギリじゃないか。次が楽しみだぜ。ははははは。勝ったからいいんだよ。まったく、小さいやつだったぜ。命拾いしたぜ。ありがとうよ。だけど、まだ、捕まっている仲間のことを思うと、心から喜べないぜ。一緒に助けに。おっと、捕まっていたから腹が減った。帰るぜ、あばよ。そうですか。切ないな。気を取り直して、早速、次行ってみよう。うお、今度は、川みたいです。イカダで進んでいきます。イカダの操作は、漕ぐ、ただそれだけです。ジャンプも、声も出せないので、ただ避けるだけです。川は流れているので、何もしていないと、後ろに戻されてしまいます。タイミングを間違えると、こうなります。イカダは滑るので、漕ぐと、急に止めれません。タイミングが重要です。ここにも、ワープがありますね。でも、通りません。しかし、タイミングが難しいです。ついついジャンプして避けたくなって、ボタンを押してしまう。危な、機械。うわ、ワープの誘惑が、ダメだ、逃げちゃダメだ、しまった、うわぁ。ダメだ、迷いがあると進めなくなる、迷いを捨てよう。よし、今、あ、早い、うわぁ。言ったそばからこれだよ。ああ、実況って難しいな。喋ることがなくなっていくよ。もう、スーパーひとしくんでネタがつきました。実況プレイしてる人ってなんであんなに、ネタが豊富なの？一体どうすれば、あんなにうまく空いてる時間を、埋めていけるの？よし、突破、危なかったぜ。うわあ。燃え尽きました。でも、やっと動画的には、半分だよ。まだあと半分もあるんだよ。視聴者が耐えれるの？この動画の見せ場は？見せ場なんかあるの？と、イカダの面で苦戦してしまったので、ここで NG 集をパパッといきます。いて、やったな、大打撃、ふわー、いててて、うわー。うわぁ、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 13連鎖、なんて恐ろしい。くそぅ、なんて鬱陶しい奴らだ、お邪魔ぷよより鬱陶しい、くっついて消えてしまえ。うおぉ、機械。神回避、これは映画化されるべき。よし、この神回避の後は、確実に突破できる、行くぜー。ですよねー。人生そんなに甘いものじゃない。奇跡なんか起こるんじゃない。起こすんだ。誰かの偉い人はそう言った。しかし、いくらなんでも死にすぎだ。
ワギャンがいくつあっても、足りないよ。そういえば、ワギャンってロボットだったっけ？恐竜ロボットだったっけ？確か、機械だよね。うおおおお、やった、突破した。あ、ボスだ、やっと、ボスにたどり着いた。仲間が宙吊りになっております。早く下ろしてあげよう。ここまで来たんだ。一発で行きたいけど、今度の問題は？てまたモザイクかよ。てめえの、頭をモザイクにしてろ。貴様の、頭皮は、もう死んでいる。はぁ？はじめから、答え見せないとかどんだけだよ。はぁ？しかもいきなり、答えが8つもあるだと？はい？ちょっと。いくらなんでもこれは、ひどいんじゃない？一ドットとかどこで分かれと。赤っていう色しか、わからんじゃねえかー。これは、本当にひどい。こんなのを、小学校とかに、周りの人がやっていたかと思うと、ゾッとするね。てか時間がやばい。あとは、形を見るしかねえ。これだ。危ねえ。かなり時間をロスしてしまった。大丈夫かな？この時点で、一問でも失敗すると、負けてしまう。また、答えがないだと？どんだけ、隠すんだよ。てめえの頭でも隠しとけ。でも、まだ4つか、まだ簡単な方かな？今度は、背景が浜辺。これは、青っぽいけどキノコだ。ならば、これだ。よし、いい感じだ。しかし、まだモザイク当てって3人目かな？ 3 人目で、この難易度、皆さんはクリアできそうですか？私は、クリア、したいです。でも、失踪予定なので、クリアできるかわかりません。でも、頑張っていこうと思います。むしろ、ワギャンのプレイ時間より、編集時間の方がかかってるので、編集で失踪しそうです。本当に、編集が上手い人は、すごいと思います。こんな、作業を数時間でやってしまうなんて、特にゆっくり実況だと。さらに、喋らす言葉とかも作らなきゃいけないですしね。まあ、主にその時、思ったことを言っているのですが、なかなか、難しいものです。その時思っていたことを、編集の時に使おうと思っても、編集してたら、コロコロ言いたいことが変わります。そんなことを、言ってるうちにボス戦が終わってしまいました。全く実況してませんでしたね。実況プレイって、よくわからないです。ゆっくり実況してる人のを見て参考にしたいところですが、うますぎて参考になりません。お、俺は何のために、実況をしてるんだー。ありがとう。よく来てくれた。急がないと、この島を、奴らに奪われてしまうぞ。さあ、先を、急ぐんだ。それより、宙吊りになって顔が真っ青ですよ。大丈夫？もともとじゃあ。人が親切に、もとい、ロボットが親切にしているのに、むしろ助けたのに、なんたる仕打ち、この BGM だけが、私の友達だ。疲れた私を、癒してくれる。さて、次は何が待ち受けているのかな？行くか。やっと島に上陸した感じだな。まだ先は長そうだ。あれ？あ、ボタン押し間違えた。しかも、カネオベラですか。今度こそ、間違えないように。
大ジャーンプ。このバネは、タイミングよくジェラー。くそ、ムーミンに出てきそうな奴が、草むらから現れやがった。説明を妨害しやがって、今度こそ、え？嘘？今の当たったのか？声を出したつもりだったんだが、畜生。もうゼロとか、よし、慎重に行くぜ。さっきの、バネはタイミングよくジャンプすると、長くジャンプできるよ。今度は、あのムーミンのやつを気をつけて、おっと、危ない、よし。大ジャーンプ。ムーミンのやつめ、今度は引っかからないぞ。でかいキノコもいるな。うわ、ムーミンのやつがいっぱい降ってきた。あんなのが、え？まさか、当たったのか、畜生。くそー、一発 KO は、さすがにきつい。本気モード。身長、かつ大胆に、レッツゴー。よろいのろいと階段を登ります。そして、大ジャーンプ。三度も同じ手が通じると思うなよ。ムーミンのやつめ、名前は、何だったか忘れたけど、ムーミンにあんなやつの白いやついたよね。あんなのが空から降ってきたら、トラウマものですよ。ムーミンは、たまにやってるのを、見ただけだから、あんまり印象に残ってないんだけど、ムーミンに出てくる、小さいおばちゃんみたいな女の子が、どう見ても、黒柳徹子の小さいバージョンにしか見えないのは、私だけでしょうか？喋り方も、おばちゃんっぽいから、初めの頃、声優も黒柳徹子が、やってるのかと思ってました。あの、女の子がインパクトありすぎて、他のキャラクターの印象が薄いです。ムーミン、ムーミンパパ、ムーミンママ、あとなんか、ムーミンの恋人だったかいたような。あとは、スナッキンと、カンガルーみたいなやつもいたような気がします。思い出せるのはここまでです。皆さんは、ムーミン見てましたか？ムーミンを見た後、ラーバパパを見ると、なんでもありません。そんなことを話しているうちに、危険な橋を、渡っていきます。空に隠れている敵がいますが、そんなの今のはギャンにかかれば何もいないかのようです。やった、やりました。橋を、渡りきりました。おや、仲間が今回はさらにひどい拷問を受けています。瓶詰め&水攻めです。和ギャンの仲間の捕まり方が、なんだか異常ですよね。うおー、これは、まさか、スーパーワギャンには、このゲームもあるんですね。これは、相手より先に、言われた数字を探し出すゲームです。はじめは、1から順番ですが、後になるにつれ、順番がバラバラで出題されます。これは、洞察力が鍛えられるゲームです。今回は、先読みできますが、次はどうなることやら、このミニゲームは、二人対戦できる、和ギャンで友達とやった覚えがあります。これは楽しかった記憶があります。しかし、コンピューターが早い、さすが、神様モードでしょうか。先読みで、やっていますが、コントローラーが行き過ぎたりしてうまくできていません。しかし、先にとっても、次の数字が、相手の真横にあったりすると、取れない場合が多いです。なんだか、合格点数が高い。これはちょっとでも取られると、負けてしまうかもしれません。何枚か、相手に取られていますが、途中で数字を見失ったりしています。くそー、相手も早い。このゲームの始まりが早いので、先制でやられることもしばしばあります。探してる間に、すでに取られているなんてざらにあることです。とは言っても、まだこの問題は、初めてなので、落ち着いていけば、1から順番に探すだけなので、まだ大丈夫です。数字は全部で、1から40まであります。うおおお、負けられるかー。一番、和ギャンで好きな、ミニゲームなんだ、カルタの、数字バージョンといったところですかね。はい、ペチン、はい、ペチン、もう少しで、ノルマを突破だ。あと一つ。よし、ふう、何枚か取られましたが、なんとか、勝つことができました。
それにしても、早かったですね。これ以上早くなると、さすがに無理かもしれません。獲得したポイントは25点でした。合格点数が、24点。すごいギリギリです。危ないところでした。誰かが、助けに来てくれると、思っていたわ。ありがとう。とても勇敢な方ね。この恩は、一生忘れないわ。あんな水攻めで、よく生きてましたね。ええ、初めは満タンだったのよ。でも、あそこまで飲み干してやったわ。どんだけ、母は強し。こんばんは。皆さん、ご無沙汰しております。ワギャンです。さて、第3回目の始まりですが、ここで、第2回目のところで、気になるコメントを見つけましたので、それをやってみようと思います。それは、実は第2回目の時にワープポイントの説明をしたのですが、どうやら、ワープポイントではなく、隠しボス&仲間が捕まっているようなので、助けに行こうと思います。前回、素通りしたワープポイントは2つです。その2つをおまけという形で、紹介したいと思います。今後、ワープポイントを見つけたら、入って仲間を、助けながら行こうと思います。でも、ワープポイントは、隠れているので偶然見つけることが多いので、素通りしてしまうかもしれません。そこのところは、また教えていただけると戻っておまけとして放送したいと思っております。それでは、素通りした一つ目のワープポイント、2ステージ目ですな。早速行ってみようと思います。あれ？残機が1ですよ？どういうことなの？そうです、死にました。まさか、こんな初歩のステージで死ぬなんて、笑っちゃいますよね。この落石に当たりました。この落石、ワギャンに向かってくるので、慎重に行きましょう。さて、ここを抜けるとワープポイントです。ここです。早速開けてみましょう。ガー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 。開きました。では、早速入ってみようと思います。そーれ。おや？ここはどこでしょう？何やら、乗り物的なものがありますね。早速乗ってみましょう。お、どうやら、エレベーターのようなものみたいですね。上参りまーす。で、ジャンプしないと上がれないとか、とんだ鬼畜エレベーターです。うわ、落ちた。あいつ落ち上がるわー。畜生、エレベーターなんだから、一番上まで行ってくれればいいものを。このエレベーターのような、縦スクロールステージは、フェイントで配置されているものや、先ほどのように、乗ると落ちる台座もあるので、それに乗ってしまうと、ジャンプで届かない、なんてことになってしまいます。注意が必要です。これは、もう覚えゲーなので、慣れるしかありません。おや、頂上のようです。何が待ち構えているのかな？おや、展望台なのか、塔台なのかわからないところで、仲間が捕まっていますね。なんか、ロックマンに出てきそうな、カプセルというかなんというか、そんな、感じのやつに捕まってます。そういえば、はじめの博士っぽい人いましたよね。ワイリーっぽい姿でしたね。道理で似てるわけです。そんなことを言ってる間に、対戦が始まってしまいました。数字探しのようです。どうやら1から順番に、出題みたいです。これなら、なんとか楽勝でしょう。ここで、皆さんにお知らせです。この動画は、皆様と一緒に作り上げていく、動画にしようと思っております。気づいた点がありましたら、何なりと言ってください。できることなら、頑張ってみようと思います。私は、このワギャンの攻略ページなどは見ないで、クリアしたいので、そこには、ワープポイントがありますよ、とか、そのしりとりの読み方は、それ以外にもこんなのがありますよ、みたいな、コメントをいただけると、私は、感無量です。ニコニコ動画は、
みんなで作り上げる動画だと思っております。作り上げる人がいて、それを見てくれる人がいて、やっとその動画は輝き、生きている動画になるのです。と、わけのわからんことを口走ってしまった、和ジャンですが、どうか、温かい目で見てください。特に、このワークポイントがステージを、飛び級するんじゃなくて、仲間が捕まっている、隠しボスがいるなんて全く知りませんでした。これも、コメントで知ったことです。教えてくださった方、ありがとうございました。あとは、しりとりの場面のコメントで、パラシュートの読み方の他に、落下さん、があるよ、って言ってくださった方もいたのですが、よくよく考えてみたら、落下さん。そうです、負けてしまいますよね。まあ、覚えておきます。そんなことを言ってる間に、ボス戦が終わってしまいました。さようなら、大ネズミさん。またね。命拾いしたぜ、ありがとよ。だけど、まだ捕まっている仲間のことを思うと、心から喜べないぜ。あれ？それどこかで聞いたことが、あるような？気にするな、平行世界ではよくあること。おや？助けると、元の場所に戻るのか。なるほど、それじゃあ、次のワークポイントに向かいましょう。次のワークポイントはここ、イカダステージです。早速、行ってきましょう。すーいすーい、イカダが進む。私は、波に漂う一枚の花びらのように。よし、ここですね。お邪魔しまーす。え？いきなりボス？いきなりスタートするのもあるみたいですね。そんなことより、また数字探し？さっきやったばっかりなんですけども、どういうことなの？そして、また、1から順番とか、私をからかってるの？こんなの慎重に行けば、大丈夫だ。ああ、ゲームキューブのコントローラー、やりにくい。滑る、すぐ滑る、押してるつもりないのにずれやがって、畜生。言い訳か、この野郎。貴様のやり方が悪いだけだろ。コントローラーのせいにするんじゃねえ。しかもてめえ、実は、さっき負けやがったのに、編集で、ごまかしてるんじゃねえよ。ごめんなさい、尺の影響で、負けた奴は、飛ばしました。なので、この対戦は、2回目です。余裕と言ってたら、点数が足りませんでした。ボス戦は、ちょっと長いので、負けるのを1から入れるのも、視聴者の皆様が、だれてしまうので、ほどほどに編集で飛ばそうと思っております。決して、スーパープレイではないので、そこのところは、ご了承ください。しかし、さっきの数字探しより、点数が、はるかに高い、隠しステージまだ2つ目で、この点数とか、神様モードの恐ろしさが伺えます。30台が、3両目に並びすぎている、これはすごい楽勝ですね。ずっと私のターン。よし、落ち着いていけば、ざっとこんなもんですよ。緑のゲージがパネー。調子乗ってんじゃねえよ。そのうち痛い目を見るからな。覚えておけ。ごめんなさい。出しゃばってすいません。はぁ、なんかいろいろ怒られた。痛い目を見るぞ、って言われた。バッドエンドにならないことを祈っておこう。
私たちを、こんな目に合わせるなんて、なんて奴らなの。もう絶対に許さない、コテンパンにやっつけちゃって、プンプン。許さないって言っときながら、人任せですか。だって、私の繊細なお肌に傷がついちゃうでしょ。何？なんか文句でも。なんでもありませーん。おねえ系は怖えー。さて、これで通り過ぎちゃったワープポイントは、終了です。それでは、先に進みたいと思います。でも、今紹介した隠しの助けた二人は、前のデータでは助けていないため、厳密には、この二人は、助けたことになっていないまま進みます。言葉がややこしくてすいません。とりあえず、これは、おまけという形です。そんな、説明をしてる間に、前回の続きです。今回のステージは、丸太に乗って進みます。強制スクロール横バージョンです。ジャンプも声も、出せるため、いやー、見えないところから。今回は、結構 NG を、出してしまったので、カットでお送りします。溺れてしまえ。あの鉄球さっきこっち来なかったのに、なぜ来たし、わー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 、ここに隠しがありましたので、入ってみます。今回もいきなりで、しかも、草野さんじゃないですか。今回は、ちょっと色が黄色くなってますね。スーパーひとしくんですか？ほうほう、神経衰弱ですか？神経衰弱は、実は、規則性があり、それをいかに早く見抜くかが勝利の鍵です。スペシャルカードは2点もらえます。普通のカードは点数が1点です。コンピューターは前に出たやつをこっちが見つけてミスすると確実に見つけてくるので、1回ミスしただけでボンボン持っていかれる場合があります。なので、規則を見つけ、一気に勝負しないと負けてしまいます。今回は、規則性を見つけたので、これは、勝利確定です。まさに、不思議発見。さすがですね、和ちゃんさん。いえいえ、これも運が良かったんですよ。スペシャルカードでどっちを引こうか迷ってしまいましたし。あれをミスしてたら、取られていたかもしれません。スペシャルカードを、取られるとかなりピンチですからね。そうですね。この神経衰弱の合格点数が、11点。2組で1点なので、スペシャルカードを、取られると、あと残りすべてを取らないと、負けることになりますからね。はい、そうなんです。神様モードだからなのでしょうか？ここまでギリギリの点数で勝負するとか、昔のゲームは本当にクリアさせる気があるのかがわかりません。そうですね、この頃のスタッフさんの考え方がとても斬新なものばかりでしたからね。斬新でしたね、特にこのワジャンなんか、ボスがミニゲームだったり、ミニゲームを負けると命もらわれちゃったり、勝ったら内緒で通してくれたり、仲間の捕まり方のギャップが激しかったりと、リアルと幻想が混じり合う、とても不思議でファンタジーな世界観が私は好きです。私もこんな不思議な世界に来られてとても嬉しいです。そんなことを言っている間にもう最後のパネルになってしまいました。さすがですね、和ちゃんさん。私の乾杯です。最後のパネルは、自動で撮ってくれます。そして、なんとパーフェクトです。それでは。さあ、そろそろお別れの時間です。ではまた来週、趣味の世界でお会いします。ありがとう。草野さん、また、今度一緒に、不思議発見いたしましょう。そして、パーフェクトで勝利したので、セブンアップです。
わじゃん、またあなたに、助けられたわね。うちでお茶でも飲んでって。よろしいんですか、マダム。それでは、お言葉に甘えさせて、と、言いたいところだけどまだ、捕まっている仲間がいるわ。早く助けてあげて。え？マダム？今なんと？マダム？マダーム。クソが、私の休める日はいつなんだー。どいつもこいつもワギャンに押し付けて、勝手に帰っていきやがって、命を張ってるワギャンに、少しぐらい休息を与えてくれても、いいじゃないか。てめえらを助けるために行くつの、ワギャンがスクラップになったと思っているんだ。そもそも、家族が捕まってるのに、なぜワギャンを捕まえられなかったの？ドクターワイリーとドクターエッグマンを、足してにで割ったような奴の気が知れない。仲間外れは良くないよ。なんでワギャンを、仲間外れにするの？罰ゲームなの？これはもしや、仲間とドクターが仕込んだ、島全体ぐるになった、罰ゲームなのか。落ち着け、落ち着くんだ。まだ慌てるステージじゃない。まだ、序盤でこんなこと言ってたら、精神が持たないよ。ムーミンの休め、どこでも降ってくるな。そのまま、川に落ちるのになぜ降ってくるの？うつなの？ムーミンに帰れ。危な、ギリギリ、赤トンボ、あぶ、くらえ、あ。畜生、赤トンボめ、今度こそ。虫、わざわざ上に行くバカがどこにいるんだ？やーいやーい、バカ野郎、すいませんごめんなさい。危な、ごめんなさい、鉄球さんそんなに怒らなくても。なんか言ってる。怖い。助けて。あ、そこの方、お願いです。どうか助けてください。ちょっとトゲトゲした血球に追われてるんです。人の話聞けー。おや、また神経衰弱？さっきやったばっかりなんですけども。ワープボスとその面のボスは、同じ問題出してくるのかな？相変わらず相手の先生という名の、優しさ。よし、まずは、パターンを見つけます。コウモリの隣あったところを、めくってみましょう。パターン入りました。これさえ見つけてしまえば、あとはほぼ、左右対称なんですが、時々、斜めとかで引っかかってしまうことがあります。とりあえず、安全な場所から埋めていきます。さて、問題はここからです。中央に配置されているのには、よく引っかかります。両端は並んでいるけど、真ん中だけ斜めとかがあるからです。その逆もあったかな？ほら引っかかった。だーん、久々に顎が外れました。パターン入ってなかった。やばい、これはやばい。この枚数だと取られる確率が高い。あー、まさか、
そんな、ピンポイントでそこを狙ってくるだと。これは取られた。やばい。次何か取られたら終わる。なにー。そこでスペシャルカードだと。やばい。外れろ。外れろー。やった。よかった。これで勝った。しかし、ほんとギリギリな点数だなぁ。一枚取られただけで、この緊張感。だが、それがいい。ありがとう、助かったよ。でもまだ仲間が、捕まってるんだ。早くみんなも、助けてあげてくれ。またそのセリフか。だって仕方ないじゃないか、台本なんだから。貴様、やはり、これは島全体でのワギャンへの、罰ゲームか。しまった、逃げろ。待てあの野郎、崖から飛び降りやがった、高所恐怖症とか言ってやがったのに。どうやら、ワギャンの妄想は、当たっていたようだ。